ベリカクラドゥシャは、ボスニア・ヘルツェゴビナの町、及び、それを中心とした基礎自治体であり、同国の北西端、クロアチアと国境近くの町。ボスニア・ヘルツェゴビナを構成する2つの構成体のうち、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦のウナソナ県に属している。近接する町は、サジン、ビハチなど。ベリカクラドゥシャの町は、ベリカクラドゥシャ自治体の行政府が置かれ、 同自治体の中心となっている。自治体には、ベリカ・クラドシャをはじめ、以下の町村が含まれている、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争以前は、ベリカ・クラドシャに本社を置く、食品会社アグロコメルツは、ユーゴスラビア連邦で、最大級の食品会社であった。アグロコメルツは単一の食品を生産する農場で、あったが、フィクレとアブディッチが、 最高責任者に就任してからは事業を拡大し、1987年には1万3000人を雇用する大企業に成長した。それ以前は特に産業もなく、ボスニアでは貧しい地域であったベリカ・クラグ社は、アグロコメルツ社によって一挙に、ボスニアで最も豊かな町の一つへと成長した。1987年の上半期には、輸出によって4,400万ドルの利益を上げた。 これは、ボスニア・ヘルツェゴビナ全体の輸出総額の75%に相当する額であった。アブリッチは、ほとんどの住民から支持され、アグロコメルズは、自治体のあらゆる方面に大きな影響力を持つようになった。市役所や、警察もアブリッチの影響下に置かれ、アブリッチは、自治体の地域防衛軍を動員した軍事パレードを行っていた。フィクレとアブリッチは、 政治家として、ボスニア・ヘルツェゴビナ中央政界の中でも大きな影響力を持つようになった。1990年、ボスニア・ヘルツェゴビナで初の複数政党制による選挙が認められると、同国の大統領選挙で、アブディッチはアリア・イゼトベゴビッチを抑え、ムスリム人候補で最も多くの票を集めた。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の間、フィクレト・アブディッチによって、 西ボスニア自治州が作られた。ベリカ・クラドシャは西ボスニア自治州の州都となった。アブディッチ率いる西ボスニア自治州は、クロアチア人やセルビア人の武装勢力との間で単独講和を図り、ボスニア紛争からの離脱を試みたものの、ボスニア・ヘルツェゴビナの中央政府との間で激しい戦闘となり、1995年にボスニア・ヘルツェゴビナ共和国軍によって制圧され、 自治州は解体された。紛争終結後、和平履行部隊、続いて平和安定化部隊として平和維持活動のために、ボスニア・ヘルツェゴビナに駐留を始めた北、大西洋条約機構のカナダ軍部隊がベリカ・クラドゥシャに基地を置いた。カナダ軍による平和維持活動は1995年から2003年まで続いた。紛争後もアグロコメルズは事業を続けているものの、 紛争前よりも規模は縮小した。ベリカ・クラドゥシャ自治体の民族別人口動態は以下の通りである。2005年時点でほぼ全ての住民は母子逆人であると推定されている。ベリカ・クラドゥシャのモスク1991年、ベリカ・クラドゥシャの町の人口は14,469人であり、その民族別内訳は以下の通りである。紛争前から紛争中にかけて、 ベリカクラドシャは、フィクレとアブディッチの強い影響下にあった。アブディッチによる西ボスニア共和国が、ボスニア政府軍に制圧されてからは、アブディッチは、クロアチアに逃れた。その後もベリカクラドシャは、アブディッチの政党である、民主人民共同体の地盤となっている。2006年のボスニア・ヘルツェゴビナの総選挙では、同党は、ボスニア・ヘルツェゴビナ中央議会に一議席を確保した。 A.B.C.D. サハラ哲也。ボスニア内戦グローバリゼーションとカオスの民族化。日本、東京、有者 ISBN 978から4から90万3426から12から9、久保慶一。引き裂かれた国家、旧優語地域の民主化と民族問題。日本、東京、有りのぶ高文社。 ISBN 978から48億4 2 0百5万5510ありがとうございます。